j'avais rien pensé.3段が今終わったところですけど、あと2回くらい多分必要。頑張ります。両親に手伝ってもらってラスト2往復で終わりそう。嬉しい。ラスト。昨日やっと引っ越し終えましたよ。よしに手伝ってもらって、なんとか。まだものすごい汚いけど、段ボール5つ分くらいはね片付けたんですけど、まだすごいですよ。もうね、ちっちゃいものが多いんだよね、私ね。いやー、恐ろしい。まあね、1週間くらいかけてゆっくり片付けようかなと思います。家具付きのマンション住んだけど、結局ケトルもないし、鍋も1個しかないし、フライパン買わなあかんな。結構足りひんもの多くって。ほんでやっぱりベッドは小さい、ベッドが小さい。もうちっちゃくても1人で寝れるでしょって思ったけど、無理ですね。なんかこうソファーに変形するみたいな、なんていうのあれ、ソファーベッド。こんなん買いに行こうかな。このベッドはちょっとケラーって言ってね、地下室、なんか地下倉庫みたいなのがついてて、そこに眠ってもらって。 IKEA ですね。 IKEA 行ってきます。また綺麗になったら移します。1週間くらいかな。引っ越しで足りない洗剤とかを買いに来ました。大量にあって、お前がいろいろいるよね。レノはドイツにもあるよ。大量に買い込みました。とりあえずもう洗剤は全部オールインワンって書いてるやつにして。大丈夫かなこれ。DM っていうね、ドラッグストアが、杉薬局みたいな感じ、日本の。まあそこら中にあるんですよ、ドイツの。ここ行っときゃとりあえず何でも揃うわっていうところです。さて、引っ越ししてきて4日目、3日目。ちょっとテーブルの上やばいけど、だいぶこの辺マシになったよね。テーブルの上とテーブルの上、あの辺、あとちょっとじゃないかな。まだでもね、地下倉庫の鍵とか届いてなくって、長に待とうと思ってますけど、それが届いたらちょっとこの辺の段ボールもガラガラも片付けれるかなと思ってます。かわいいでしょこれ、ケニアで買ってきたの。こんなんたくさんあんねんな。これちょっとどこ置くんやろうね。今日はね、だからちょっと IKEA に行こうかなと思って、電車乗り継いで歩いて20分くらいかけて、全部で1時間くらいかな、1時間半くらいかな。ちょっと遠いんですけど、やっぱね、ネットだけじゃちょっと分かれへんくって、収納ボックス系まず揃えたいのと、ソファーベッド見なあかんなって思ってます。行ってきます。まさかのこんなとこ歩いてるんだけど、IKEA にたどり着くためにもはや縁かな、人の田んぼちゃうんかなっていうような道。ちゃんと Google マップに従ってきております。ドイツあるあるなんですよね、これ。まあでもね、10分くらい、10分15分くらいで着きそう、ここから道がありますように。ここちょっと見て、これ、ここ歩いていけって書いてる。頑張ります。行ってみます。道見つけた、道。おお、道路、嬉しい。よかった、たどり着けそうですね。お、もう見えたやん。IKEA。アインガング。ドイツ語で入り口到着です。日本のIKEAと一緒だよね、別にね。これかな。ちゃいました、いろいろ。IKEA来たらちょっと別に今必要じゃないものも買っちゃいますよね。枕と、なかなか重たいけど頑張って帰ります。今度はね、ソファーベッドを買いに来るんですけど、その時は弁護士さんが引っ越し手伝ってあげるからって言ってくれてるから、お世話になってる弁護士さんと一緒にもう一回IKEA行きたいと思います。ついにケラーが完成。こんな鍵実用したことないけど、まあ、記念に大きいベッドに変わります。おはようございます。おはようございます。私たちは IKEA に向かってます。昔から IKEA に IKEA ってね。親父ギャグやめてください。シャイフィレ弁護士です。私のお世話になってる弁護士さん、超有能弁護士さんを日曜日ですかね、一応土曜日かに引っ張り出してベッドを買いに、あ、そうや、日曜日全部閉まってる人だから行きます。そう、ちょっといいのを見つけたんですよ。行ってきます。到着しました。ホットドッグが有名らしいですよ、IKEA。知らなかった。でも思ったより多くないですね、人。なんかもっと満作りんかと思った。おお、こんな大きくなるんですね。優秀だな。どんぶりもう一個。まさかの唯一のお友達が同じ日に同じIKEAに同じ時間に。すごいね。雪が起きた。すごいわ。思った以上に大きい。これファミリー動画みたいな。コメディーの中みたいな、結局借りてもらったバンにはバンじゃないかな、乗り切れワゴン、新しいワゴンでたまたま会ってしまってゆかさんが巻き込まれみんなで私のソファーベッド持って市内に帰ります。可愛いけど、これベッド分解できるでしょ、これ。できそうな感じ。出しちゃう。ひっくり返しながら出そう。うわあ、ショック。ベッドは小さい。だからマットレスが2つあったっていう悲しい。どうしよう今から。あ、マジでショック教えてくれよ。だからマットレス2個もあるんだよ、でもそこには考えつかなかった。つかへんよな、完成しました。